おはようございます。おはようございます。あ、いつもこんにちはで始まっておりますが、今日は午前中なんでおはようございます。<laughs> そうそうそう。いつもだいたいね、あの昼過ぎぐらいにやるんだけど、今日はなんか朝の十時ぐらいからやるというね。初めてのあ、朝です。おはようございます。おはようございます。えー、サボンのヤギと松野弘之の YouTube ラジオです。どうぞよろしくお願いします。ね、これも長くなってきましたね。長くなってきましたよ。<laughs> でもなんかあのー。 キャンプの映像結構流してたんやかそう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 。キャンプが6本出ます六本あったから結構久しぶりなんやねこれ久しぶり久しぶり一ヶ月ぶりぐらい出ちゃう一ヶ月ぶりぐらいになるうん,うんあれ、あっからキャンプ行ったの待つのは行ってる一人で一回行ってるんちゃうかなどこ行ったんえーっとねあれどこ行ったかな京都のうんあ二回ぐらい行ってるわ京都の、えーっと 宮じゃなくって、えー、うもうちょっと手前のところに一回行ったんと滋賀県の琵琶湖あ琵琶湖行ったやんやうん泊まりで泊まりでへえー、そうそうそうなんかその、えー、それこそ京都の北の方は、うん、本番は違うとこ行くつもりしててんでもなんか土日やってうんうんうん めっちゃ混んでてん、ん、はあ、滋賀県のキャンプ場とかもうダダ込みしてて、ああでたまたまその京都のタンゴ、でタンゴタンゴちゃ、えっ、ー、とどうやったかな、タンバ町みたいなところやったと思うんだけど、神奈のそこがえー、なんか雨予報やってん、はいはいはい。雨予報がたまたま晴れに変わったから、うん、あの人が少なくって、うん。 ああ、の、空いててて、たからっっまほんでそう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 へえいやこれぐらいの時期からあれなもう寒いからどんな感じになるなと思ってこれくらいの時期からが楽しいねそうなんうんこれくらいの時期からがもう汗かかへんし楽しいね寒いイメージあるけどな寒いけどもう火との戦いよ、うん、あそう常に火を焚き続けな感じ俺でもなちょっと思ったんよこの前って、うんうん、あれさ めっちゃだから、あのなんか衣服に燃え移った時用に、水だけ絶対確保したほうがいいよね、そういうのありそうやね。まあ、でも例えば、あの、うん、ータープってこう、上にこんな貼るやつあったやんか、はははいはい、はい。あの黒いやつ、俺貼ってたやんか、前。うん、あれあれはもう、ポリエステルかなんかやね、うん。軽いし、うん、軽い分、その、火に弱いのよね。はははいはい、はい。 で、えっ、ー、と、その、コットン製の、いわゆる、うん、あの、綿やね。うんはい、はい。やつは、あのー、火に強いから、うん。そのー、火の粉が飛んでも多少は大丈夫みたいなやつがあるのよね。はい,はいはい。はいそれも服も一緒のことで、うん。あのー、ポリエステルのダウンとか着て行ったら、うん、結構穴開いたりすんねいや、そりな思うわ怖い気質て、ちょっと、そういうので。うん。だから、そういう時はちょっときは、なんか、綿の、 うんうん、あのあんまり燃えにくいあの消防士さんが来てる燃えへんやつなややそんなそんな体操じゃなくてえいでその <laughs> なんなつくねんこがいたや火 <laughs> <laughs> の粉が飛ぶ程度やから別に <laughs> <laughs> 焚き火の中でこないといかへんやそうそうそう <laughs> なんかそういうがある <laughs> う,んうんいやなんかなこの前ななんかあの浜本さん天太郎の浜本さんの YouTube 出してって、うん、でちょっと話してたら、うん、んか「ヤギは車に興味ないのか?」とかいう話になって「うん、いやあの車は正直あんまり僕そういうの興味ない,ないんです」って言って、まあ、浜本さんこう旧車乗ってはるからさはははははい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 、はいあで、まあ、うちのお兄ちゃんの旧車見に行くっていうロケやってるけど、うん、でその間喋ってて「うん、いや僕キャンピングカーとかは興味あるんですよ」って「キャンプとか好きやから」って言うてほら、はい、なんかその。 いわゆる俺らが知ってるようなキャンピングカーじゃなくて普通のバンみたいなやつをキャンピングカーにしてる人最近多いでって言ってはって。知ってたあるよ。いろいろある。軽トラあるやんか。軽トラの荷台を俺もちゃんとは見てへんねけど軽トラの荷台を自分で手作りしてキャンピングカーにしてる人がいるで。そういうだって俺だから浜本さんが軽トラって言うと俺あんまり先輩し聞き返すのあれやなと思ったけど軽トラで。 キャンピングカーだってこれ、イメージわかんないけど、軽トラって普通はだってあの乗ってるところと区切られてるやんか、後ろ。うんうんうん、荷台でど。どういうことなんやろいやだから、後ろから乗るんちゃうどういうことで、軽トラのその、うん、運転席あるやんか、こう、こっち側にこう荷台の部分あるやん。この荷台の部分のここのところに、上にこう建物を建てるわけや、うん。あ、ほんなだ,だからあの、運転してるところからは直結してないわけやね。直結してないと思うよ。 四角、うん、さそうと思ったらたぶんそこまあここを穴開けな感じんはい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 、うん、あほなまあ普通,普通に軽トラ運転してで後ろにテントを建てんねやそうそうテントを建てるみたいなもんやなだからでもさそれってどうすんねやろのまあ例えば電源とかないやん後ろってまあ手前やったらなんかいやだから軽トラの電源を取らへんのよ、うん 軽ト,トラってそのあんまりあのバッテリー強くないやんか、うんでキャンピングカーのバッあのでも例えば発電機入れてたりとかするから、ポータブル電源あるやん、こ,これくらいのやつで、今、結構いろいろ出てるで、そのキャンプに持っていけるような。そのポー,タブルポータブル電源ってやつは、何で動いてんの <laughs>、うん、充電してくんの家で充充充電充電そうだから充電しか ななるほどなるほほどど、そういうことかそうそうそう、でっかい充電池でモバイルバッテリーのでかい版みたいなやつで今度はあ、まあ、暖房とかそういうのは無理やわな、ま、た携帯の充電というかいや電気ストーブいけるやんあそれはいけんねやいけるいけるへ<ー>うど,どんだけの時間も使うそのこの電源の大きさによるけれどもほほほほほう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 ,ほうもちろんそのガスストーブとかさそんなん無理やで、うん、でもで、うん、電気ストーブの方が安全やしううううん、うん、うんんその、一酸化炭素中毒とかにもならへんやんか はははいはいはい、はい、でしかもその軽トラの2台やったらまあ言うたら畳2畳分ぐらいやんそやなうん、うん、ならまあそれぐらいやったらすぐあったかくなるしほんまやなうんというかさ思ってんけど軽トラの後ろに普通ににテントの機材積んでいって、うん、軽トラにテント張ったらええんじゃんあんなそのそ軽トラにテント張る理由はあんまないねんけど <laughs> うん、たまに車の上にテントが乗っかってるのとかんで。うん、どういうこと車の車あるやんか。えっ、ー、とな。車って普通の車乗用車えっ、ー、と、ちょっとしたあのバン的なやつ。あはい、バンっぽいやつな。まあ別に乗用車でもいけんだけど、なんかこう、なんか、ここ、車あるやんか。これ、車の屋根な。うんうん、で、ここにこ,こんなやつがあって、ニューってこう、うん、こ上にこう。はいはいはい あのテントが乗ってるみたいになんねんあ立てるわけやねそこでそう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 なんかこう、うん、ビヨーンとしたら <laughs> うーんこうち,ちっちゃいテントになんねんそ <laughs> <laughs> やなでもそれやったらいろいろ雨とか考えたら <laughs> 軽トラインとかワンサイズでかいようなやつで後ろの席をもうベッドっぽい <laughs> あっそういわゆる車中泊用よね <laughs> キャンピングカーまでは行かへんと思うよ。ャキャンピングカー例えばシャワーがついてるとか、電子レンジついてるとか、冷蔵庫あるとか、<ー>そこまで行かへんと思う。ただから、あのー、要は寝る場所がテントじゃなくて車の、車に後ろしてるものと。せやねだから別にシャ,あのシャワーいらんもんな、別にだって車でスーパーセントとか行ったら,いいからな、<う>別に。うん、トイレも、まあ、トイレはそうか、いる言ったらいるか、でも難しい、でも道路ではねえへんやん。 ああそやな。ええてなんかそのキャンプ場であるとか、<ー>なんかその公共のまあ公園的なところ、<ー>保険内にこうトイレがあるところを確保すれば、はあ、まあ水はいらんもんなそうトイレとまあ水はセットみたいなもんやが。まあまあまあでもまあ水はペットボトル買えばいいだけ,いけ,いけ。ああそやな。うん。電子レンジはいらんもんな別に。別にいらんな。別にいらんよな、うんでも。いけるって言うとはいけるよね。そう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 だから。 あのー、ほんまの本気のキャンピングカーはそれでそのどこでも行ける状態シャワーあったりとかなんとかやけれどでも、うん、そこまでしなくてよければそれで行けるいやそれ聞いてるな確かにあすごいなんか楽しそうやなとだ,だってそれだったらさ別に言うたら北海道からさ沖縄まで沖縄は無理かあの北海道一周とかなあ行けるもんな。ただまずお前は車の運転をし できるようにならな <laughs> そこやね <laughs> そこやそこまずペーパードライバーペーパーやねペーパーやねペーパーやからこそゴールドやけどね <laughs> 乗ってないから結果ゴールドなんけどまずとりあえず運転できるようになってくれまあそこやな、うん、そこよ <laughs> いやだから俺ちょっと<あ>いやちょっとで、ね、キャンピングカー生活はすごい憧れ昔からあんのよ一生に一回やってみたいっていうのは あのレンタルとかもあるでいやだからそレンタルなんか絶対運転できへんは怖くて <laughs> 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 あちょっとちょっと一瞬待ってここで一回一瞬待って,な一瞬待てなはいはいはいえー、まあなんか今日はこのキャンピングカーについてちょっとヤギ君が興味を示したんで興味を示しました <laughs> まずはう車の運転からということで <laughs> ええー <laughs> あのまた、えー、そういうキャンプとかの動画も撮れたらいいなと思っております。えー、今日はこんな感じで、えー、こちらの方水曜日、えー、八木区の方で日曜日、えー、土曜日か土曜日の方で配信しておりますので、はい、またよろしくお願いします。ますありがとうございました